やるか、スペシャルバトル。もうちょっとやるかな。35人集まるかな。まず2人。14人。さて、20人。35人集まった。やるぞ。やるぞ、やるぞ、やるぞ。今回最初のステージがランダムに決定されるようにアップデートされたっぽいな。うん、さて、最初のステージはどこになるのかなと。果たして、待ち受けているステージは一体どこになるのか。楽しみだな。6の3、ここは難しいぞ。ここは超難しいぞ。多分多数の脱落者が出ることが予想される。ここだよ、まず最初難しいところ。危ねえ。ん？いや、今回結構耐えてるの多いぞ。てか、スイッチのコントローラーでやるステージじゃないな、ここが。緊張するな。よし、クリアだ。半数か。半数が脱落したな。そして6の4。ちょっとバブルだ。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。問題ねえ。あとはクッパをかわしてゴールだ。うわー、ハンマーがや、マジか。まあ大丈夫だ。5の1であれば稼げる。まず甲羅を蹴っ飛ばして得点を稼いでいく。おお、クッパ。早いな、もう10人だぜ、残り。まあ時間はだいぶ稼げたな。200秒、時間大事だぞ。スターで一気に突っ込んでいくかな。落ちんなよ。焦ってよくやるからな。もうクッパ2台もやる。ここ気をつけろよ。さて、じっくりコインを取っていきたいな。オッケー、コインしっかりゲット。さあ行き過ぎるぞ。うわ、クッパいる。倒しちゃう。旗でまとめてな。さて、5の2。5の2は確か、うわー、嫌なやついる。これどうする？回しちゃうか。オッケー、いいね。ナイスパウ。クロスいるから、こいつは、確実にファイヤーで、処理していく。うわ、クッパいる。ちょっと突っ込んじゃった。うわー、怖くてつい入っちゃった。まあそう。うわー、ダメだ、ちょっと。いつの間にかもう3人だぜ、おい。早いな。高難度ステージだから早いわ。ネットを食い込んでやるぜ。どうするこれ。そうだな、確実にコイン稼いとこう。この3人がな、おそらく。ん？どうするこれ。あ、なんかある。さて、厄介だな。ここからどう減らしていくかなんだよな。この3人はもさに違いねえからな。
まだ踏んじゃった。落ち着け。ちょっと緊張してるな、なんかしんねえけど。動きが、動きが硬い、動きが硬いぜ。腹減ってきた。やっちゃったほら。ねえわ。3になってからがちょっと大変だったな。長いった。ああ6の1か。6の1は簡単だ。ここは稼げるセーブだ。あ、全然違った大丈夫か俺まあ確実に次ゲームを送っとく。うわー、来た来た。どうすかな、トゲズを送り込むかな。あ、いなくなった。トゲズを送り込むんでやろう。うわ、いっぱいいる。やべ、やっちゃった。これダメなやつだ。オッケーオッケーオッケー。やったやった、これはチャンス。なんとかピンチ脱出したぞ。ファイヤーになってきた。オッケー、ファイヤー来た、ファイヤー来た。うーわ、何体いるんだよ。10ゲーム ふざけんなお前何体いるんだよ。4体ぐらいいたぞ今。また来た。なんだこれ、もう回す。よし、ナイス。これ早いよ、そりゃ。そりゃ早いわ。やべ、回せねえ。稼いとこ。短期決戦だな。6の2。ここあるか。あった。ここ頭脳使わないか。頭脳使おうぜ。やべ、頭脳、これ頭脳な大タイミング。やったぜ。さてやれるかな。ここでスターかなんか。来たー、スター来た。ナイスー。あとは時間だ。うわー、マジか。僕の差は時間稼げねえぞ。おい、ルーレット回していくわ。あ、それびっくりした。
間、時間、時間。時間、時間。時間だ。あと時間が欲しい。時間が欲しい。時間が欲しい。時間がくれ。時間が欲しい。やばい。ちゃんとゴールまで行ける。行ける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 。間に合う間に合う。間に合う。うん、大丈夫だ。行ける。助かった。オッケー。相手なんだ、動かねえな。ミス待ちか？赤くなってる。よし、死んだ。無残、63秒！やったー！やったぜ。ナイスー。うん。ランクはあれか、下か、44と47。ココロちゃんっていうのみたいな。ひらめ。時間4分52秒。短期決戦だったな。やはり高難度のステージだとな。時間は短いけど、なんつうかこの、そうそう、緊張、緊張感もそうだし、神経、使うな。1の1、1の2ループとは全然違うな。1の1、1の2ループな。まあなんとか6の3を慌てずにクリアできたのが今回の勝因かな。相手も動かなかったもんな。もう諦めていたのかわからんけども。まあああやって動かないで、時間勝負に持ち込もうという、そういう作戦だったのかもしれないな。まあでもこっちが6の3をクリアしたことで、まあその目論みは消えたわけだな。やったぜ。1位。これだ。よかった。今日2回目だな。うん。